さて本日はですね、ベセスタゲームデイズで公開されたフォールアウト76ウエストランダーズの新情報をね、少しまとめてみましたんで紹介していこうかと思います。先日ですね、テストサーバーの方はね、稼働しておりまして、選ばれし勇者だけね参加できる状態ですけど、一応ね、テストのサーバーのことについては公開してはいけないという決まりがありますんでね、いろんなデマ情報も出ましたけどね、でも今回の情報はですね、公式で出てきた情報なんでね、ちょっとまとめてみましたんでご紹介していこうかと思います。皆さんね、もう4月にもう機会出ますからね、楽しみにしてると思いますけどね、今回ちょろっとした情報ですけどね、ちょっとまとめてみましたんでね、早速いきましょうかね。ではちょっと公式の放送のね、ちょっと部分をピックアップしたんでね、そちらを紹介していこうかと思います。では早速こちらですね、まあもう見てわかる通り NPC 追加ですよ。ウエストランダーズはもう前々からね、 NPC 追加がされるってもうずっと言ってましてね、これに関してはもうね、前々から出てた情報なんでね。で今回この、まあ画像を見てわかる通り、もうボルト出てすぐなんですよ。ボルト76出てすぐにもう NPC キャラが2人いて、でなんかこう待機してね待ってるんですよ。で一応ね、会話とかもできて、こんな感じで選択肢、まあ今までのフォールアウト76じゃない、フォールアウトシリーズと同じシステムなのかな。でまたステータスかな、スペシャルによってこう選択できる会話の選択肢も増えてくるみたいですね。まあ、NPC がね、76実装当初かな、まあ、発売当初いないって言われてるのが結構、なんていうのかな、まあ、不満点で多かった点かな。自分は76がフォールアウトシリーズ初めてだから、まあ、これがフォールアウトかなという世界観でやってましたけど、まあ、今回またね、NPC が戻ってくるっていうのはね、かなり大きいんじゃないかなと思います。なんでね、まあ、こういうキャラクターとのやりとりも期待できるんじゃないかなと思います。ちょっとお次行きましょうかね。はい、お次ですね、ニューロケーションです。こちらね、もう場所わかる方いるかな。こちらね、監督官キャンプの近くにね、新しいロケーションできたんですよ。一応ね、映像ではね、周りの方もちょっとね、見れて、で中にね、NPC さんがいるって話しかけられるんだけど、ちょっと見てみましょうかね。こんな感じで、まあ、メインストーリーが始まっていくみたいな感じかな。まあ、新しいロケーションも結構できてるみたいでね。で奥の方にちょっとね、バラモンとあとロボット君がいるよね。でいろんなものが追加されてますんでね。であとですね、会話とあとこの NPC グールがね追加されてます。一応知性あるグールだっけっていうのはメインストーリー上でも確か言われてましたよね。なんかグールが話した的な、まあ、そのキャラクターかな、まあ、その話すグールっていうのが、まあ、NPC として追加されてますね。一応会話もできるみたいですね。まあ、メインストーリーにどう絡んでくるのかっていうのもちょっと楽しみじゃないかなと思います。にしてもこの見た目とこのふさふさの髪の毛っていうのもまたね、面白いけどね。まあ、ちょっとじゃあお次いきましょうかね。はい、さてお次ですね。お次はですね、これ入植者の拠点かな、入植者の拠点なんですよ。ファウンデーションかな、ちょっと映像切れても、画像切れてますけど、ここ F ですね。でもう見てわかる通り、もう 76NPC の拠点こんな感じで来るみたいです。もう今までのねマップにはないんで超楽しみですよね。でも NPC さんが立ってるのも見えますし、中もね、ま、放送だとね、ま、動画だともういろんなとこね、ぐるぐる待ってるから、ぜひそっちの方を見てほしいね。いやー、ちょっと超楽しみ、これは。
で、ここね、ロケーションがね、これ多分見たら分かると思うんですけど、76系って方はね、スプルースノブだっけ、あのワークステーションがあるとこですね、の場所を多分ですけど、まあ、入植者の拠点にしてるんじゃないかなと思います。ワークショップとしては多分もう使われなくなるんじゃないかなと思いますけどね。近くにモノレールのね発着所があるところですね。で結構ねこんな感じで発着所もねこんな感じになっております。かなりこう生活感あふれる感じになってるんでね、かなり楽しみじゃないかなと思います。さまざまな NPC もねいて会話できるっぽいんでね、ブラブラして何かしらイベントが起きるんじゃないかなと思っておりますし、あとねこれも確かね76のメインストーリーかなんかで言われたけど、地下拠点があるんだよね。地下のね拠点もねこんな感じで公開されておりますんでね、こんな感じでまた面白いストーリーがありそうですよね。入植者の拠点今回ねこんな感じで出ておりますんでね、まあ、ちょっと楽しみじゃないかなと思います。で NPC もねいっぱいいたんでね、ぜひぜひちょっと映像で見てほしいね。ではちょっとお次をご紹介していこうかな。はい、お次ですね。ちょっとこちら新しいイベントかな、右上にライジングショットガンかな、こんな感じでね新しいイベントのね映像出てましたんでちょっとねピックアップしたんですけど、まあ、これ今多分76にないイベントなんですよね。でこちらのねイベントの放送中にねいろんな武器が使われてましたんでね、まあ、新しい武器かな、新しい武器だと思うんでちょっとご紹介していこうかなと思ってピックアップしたんですけど、これですね、もう見て分かる通り弓が使えてるんですよね。弓が今まで76に弓はなかったんですよね。確かね、フォレット76のカードかな、トレーディングカードの方で弓系パークがあるっていうのがちょっと情報も出てたのと、まあ前々からねこういろんな映像とかで来るよっていうのは言われてましたからね、これに関しても前々から分かったことだけど、まあ改めて見るとかなりいい感じじゃないかなと思います。弓が効くみたいですね。普通にも撃って攻撃できるっぽいからね。まあ、今、クロスボウかな、まあ、弓枠っていうか、クロスボウもありますけど、多分そこら辺、パークで強化くるんじゃないかなと思う。ライフルでもないしね、ピストルでもないから、多分新しいパークも追加されるんじゃないかなっていうのもね、これでちょっとこう、期待できるんじゃないかなと思う。弓系強化パークが来ると思うんでね、まあ、この辺のレジェンダリーが来るのかどうかちょっと分かんないけどね、もしかしたら、クエストで手に入って、なんかユニーク武器扱いパターンだとちょっと残念だよね。フィクサーとかベアアームズみたいに伝説をガチャで落ちるってパターンだったらまだ嬉しいけどね、ちょっとそこら辺ちょっと期待しちゃいますよね。でちょっと他にもね使えてる武器があって、これ見てわかりますかね、左側は NPC キャラがいるんだけど、こんな感じでね一キャラがね、まあ、プラズマキャニスター撃ってるのと、ちょっと今消えてるんだけど、もう一人のキャラクターがねガウスミニガン撃ってるんだよね。もうエフェクトがガウスミニガンはもうブルーだけどね、多分これかな、これだと思います。まあ、ちょっとねミニガンシリーズもねまた増えて、まあ、これもレジェンダリー厳選違いが出てくるんじゃないかなと思うんですよね。でパワーはもうニューモデルじゃないかなと思います。これニューモデルっていうかこう新しい外観かな。であとですねこれ、まあ、パワーフィストみたいな新しい近接武器ですね。こちらもね、出ておりまして、これもまた、多分またパワーアーマー装備時には装備できないパターンじゃないかなと思うけどね。まあ、新しい近接武器に、ちょっとここ、武器の保有ですけど、これ、ガウスショットガンとかね。で、今手元に装備してるのがね、ガウスピストだと思うんだよね。この辺のガウスシリーズはね、来ますんでね。ここら辺も楽しみかなと思います。で、左枠に弓ありますし、もう弓がもう完全に来るみたいなね、これは。もうね。多分アイテムとしては持てるっぽいからね。で、これガウスショットガンも来るし、あとはプラズマキャニスター、これも来ますからね。で、一応これはね、装備してて、こんな感じで、もう撃ってます。なんでもプレイヤー側にはね、もう多分来るんですよね、この新しい武器が。
まあ、今見て分かるのはショットガンにガウスピストル、ショットガン、ミニガンにプラズマキャニスターだけでも5個の新しい武器来るんで、まあ、新しい武器厳選もできるんじゃないかなと思うし、まあ、他にもねなんか来るんじゃないかなっていうのはね期待した、まあ、期待してるけどね。でまたフィクサーとかさ、ベアアームズとかあの羊系の武器みたいに、まあガチャで厳選できるパターンで来るのか、それともやっぱり個人的にはねこうそれ関連のイベントとかでドロップするようにしてほしいよね。シープスカッチとかさは、シープスカッチ武器関連はシープスカッチから伝説武器が出るとか、そういう風な設定にすればガチャだけじゃちょっとなんかね悲しいよね。ちょっとそこら辺来てほしいなっていうのがありますね。はい、というわけでね今回軽くまとめてみましたけど、まあ、こんな感じでね映像でね分かる通り、新しい武器とかね新しいロケーションとか NPC 来るよっていうのもね今回ね映像で分かってますんでね、まあ、これはねもうあの公式のねウエストランダーズの放送の方で公開された情報なんでね、まあ、公開していい情報じゃないかなと思います。まあ4月新しいの来ますけどね、で一応4月の予定とかもねちょっと出てまして、それをまたちょっと別動画でね軽くご紹介しようかなと思っております。4月、いろんなゲームがね、発売されますけど、まあ、フォーラーとナジ6もね、まあ、ウエストランナーズになって、また進化していくんじゃないかなと思うんでね、まあ、今後もね、配信でやっていこうと思っておりますんでね、もしよろしければね、見に来てください。というわけでね、今回ご紹介したのはね、ウエストランナーズの最新情報でした。